大塚康夫1月29日2009年3月8日は日本の医師、医師学者。学位は医学博士。大塚隆節の長男。北里研究所東洋医学総合研究所第3代所長を務め、医師学、特に東西の薬史学に秀でた業績を残した。1930年1月29日高知県上郡日照村田村に大塚隆節の長男として出生。父、大塚隆節は漢方の勉学に駆り立てられて、妻と生まれたばかりの康夫を高知において上京し、湯本久伸の下で漢方の勉強をした。1年後の1931年5月に大塚隆節が妻子を東京に呼び寄せ、牛込苦戦河原町に転居した。船河原町で育ち、地元のつくる国民小学校に入学。2年後輩には、大塚隆節と昭和漢方を築いた矢数、同名の長男、矢数、慶堂がいる。1942年4月東京府立第一中学校入学。中学1年の時の作文英先生は、父恵節と同じ湯本久伸門下の親友、荒木正二氏のことを書いたもので、府立一中報告団発行、学友、第2号に掲載された。この文章の結びに、僕も英先生や父の志を継いで医師となり、今日では水防のどん底にある東洋医学の復興のために、懸命の努力を捧げたいと思っていますと結んだ。この頃より将来は医師になろうという気持ちはあったようで、ある。昭和22年4月武蔵高等学校入学。1948年旧制武蔵高等学校1年修了時に中退し、旧制第一高等学校入学。1949年、新生東京大学教養学部編入。1951年、東京大学医学部医学科入学した。医学部受験に際しては、武蔵高等学校からの親友である、有馬昭人が後押ししてくれた。1955年、東京大学医学部医学科卒業。1年間のインターンを経て第一内科に入局し、薬理学教室の大学院に入学した。中枢神経系の薬理作用について研究をした。脳波の研究で学位を取得し、1962年9月、西ドイツのビーベラフハにあるベーリンガー・インゲルハイム社グループのカール・トーメ社の研究所に留学した。1965年9月からは、ウィーン大学医学部薬理学教室でさらに半年間の研究をし、1966年3月に帰国した。ドイツ滞在中、友人に連れられて、近在の古城で見事に彩色された16世紀のレオンハルド・フックスの本草図を見て、西洋の本草書の収集を始めた。このことが後に、東西の生薬の歴史的比較を行うきっかけになった。大塚康夫は幼い頃から和歌や漢詩に親しんでいたが、特に荒木派に傾倒していた。斎藤茂吉と中村賢吉の作品はすべて暗記したという。医学部時代に旭花壇に投稿し、1952年3月30日の朝日新聞に斎藤茂吉戦として明かりを消して、寒くなりたる午後5時の解剖室に手を洗い日和が掲載された。東京大学在学中に短歌、俳句を通じて親交を深めたのが有馬昭人と中西進である。文学部の中西進とともに東京大学短歌会を復活させたのがきっかけで、武蔵高等学校からの親友であった有馬昭人とともに短歌、俳句の腕を磨き合った仲間で、生涯親交が途絶えなかった。大塚が泥酔した時に中西が大塚の自宅まで送り届けたことから、大塚家では中西を康夫の命の恩人と言い伝えられている。大学時代に一度、新婚旅行時に中村賢吉の家がある府能を訪れている。その際に中村賢吉の細君に中村賢吉の句をそらんじて驚かれたそうである。漢文に秀でていて、若い頃は古典漢文の典範である。文選を原書で通読したこともあったという。その他、ドイツ語は高校時代から好きで、特に武蔵高等学校で哲学者、思想家、鹿子木和信の妻コルネリアに教わり、その後も侵攻が続いた。そのおかげか、ドイツ語のレベルは、大学ドイツ語教授が関心するレベルであった。フランス語は、学生時代にアテネフランセに通って習得した。ラテン語も普通に読めたほか、ロシア語も少し話した。ドイツが好きで留学も、ドイツを選び、ヨーロッパ中を旅したが、米国には、生涯一度しか訪ねていない。英語は苦手という話であったが、訪米の際にも見事な発音の英語の司会ぶりで、周囲が驚いたほどである。有馬昭俊をして、茂吉好きな博覧狂気の人と言わしめたゆえんである。1966年に帰国後、東京大学医学部薬理学教室の文部教官を務めた後、1967年に父系説の修金堂大塚医院の副院長として漢方の診療を開始するとともに、横浜市立大学非常勤講師として薬理学の教鞭を取った。その一方、医師学、薬医師学の研究を行い、順天堂大学医師学教室の小川かなえさん、教授のもとへ通った。小川かなえさん門下には、後に、堺静氏も入門する。医師学、薬医師学の研究業績は、多々あるが、中でも特筆すべきは、一万すみれ不殺であろう。サソリ毒とトリカブト毒が、お互いに打ち消し合うということが一世紀の西洋で、表されたガイウス・プリニウス・セクンドゥスの博物誌と、ペダニウス・ディオスコリデスのギリシャ本草に記載されている。それと全く同じ事実を紀元前239年の中国で成立したとみられる呂氏春秋に発見した。夫そういう、毒食の、糊殺人、合わせ辞職の、糊ますますことぶき、一万すみれ不殺、とある。という草は人を殺すほどの猛毒だが、合わせて食べると寿命を伸ばすというのである。同様に一万とすみれも共に猛毒だが、お互いの毒を打ち消し合うというのである。大塚康夫は、この発見について、洋の東西で偶然同じ発見がされたと考えるよりも、少なくとも2000年前には、西洋東洋の交流は、すでに盛んにあったと考える方が自然であろう、と述べている。この発見は、その後、トリカブト殺人事件の際、フグ毒とトリカブトを配合して、作用時間を延ばした事件の解決にも役立った。1972年、北里研究所に東洋医学総合研究所が設立され、初代所長に大塚隆氏が就任した。大塚康夫は非常勤として入所し、1976年に常勤となった。その後北里研究所部長、東洋医学総合研究所臨床研究部長、北里研究所社員、北里大学客員教授、東洋医学総合研究所基礎研究部長などを歴任し、1982年に東洋医学総合研究所副所長、1984年、北里研究所理事、1986年には東洋医学総合研究所所長に就任した。1993年には北里研究所の副所長となった。語学が堪能であったことから、臨床医学に関しては、海外からの留学生を多く育成した。ドイツからの留学生、ウルリッヒ・エーベルハルト、ハイドローヌ・ライズンウェバー、英国のグレート・ヘンデス・ソリアーノ、ナイジェル・ドーズ、ニュージーランドのピーター・タウンゼンドなどが漢方を学び、世界に戻っていった。また、ドイツの医師学者ポール・ユーンシュルトとも、生涯親交があった。北里研究所東洋医学総合研究所では、週3回の午前の外来であったが、毎回患者数は50名を下らず、時には60名を数えた。大塚がカルテ記載でこだわったことに、患者の声をそのままカルテに残す、ということがある。患者の訴えを医学用語に置き換えて記載したのでは、本当の声が伝わらないと、できるだけ、忠実に患者の声をカルテに残した。カルテ記載は、モンブランの万年筆と決まっていて、何本も持っていた。診療の他に、東洋医学総合研究所で力を入れたのは、医師学研究である。矢数道明が、所長の時代に、医師学研究室ができ、それを発展させた。長戸博、新、柳誠をはじめとして、日本の医師学を牽引する学者を育てた。江戸期の学者にできなかったこととして、東西の比較医学史を自分に課せられた命題と考えていた。ワルテンシュタイン条にて、ヨーロッパでアジア医学を考えるというエッセイの結びで、アジアの医学を考えることは同時に世界の医学を考えることである。東洋文化と西洋文化の接触点として日本はこの種の研究には誠に地の利を得ていると言えよう。アジア医学の比較研究、東西医学の比較研究という分野が今後日本で発展することを願ってやまない。と結んでいる。初期に大月玄卓の最長補端説について研究したのも医療における用の東西共存の形を模索していたからであろう。大塚は安易に融合することには警鐘を鳴らしている。お互いの良いところを残しながら影響し合って発展すべきと述べている。学会関係では日本東洋医学会理事、常任理事を務め、1982年には日本東洋医学会副会長、1987年には日本東洋医学会会長、同年には日本医師学会総会で会頭も務めた。1992年には第9回和漢医薬学会会頭を務めた。1994年には第4回国際アジア伝統医学大会会頭を務めて、その他、東亜医学協会会長や移動検証会副会長、野間医学科学研究資料館常務理事などを務めた。日本学術会議においては、医学教育、医師学研究連絡委員会委員、精神医学研究連絡委員会委員、医薬研究連絡委員会委員を歴任している。その他厚生省中央薬事審議会臨時委員、一般用医薬品再評価調査会委員、厚生省特定疾患諮問調査研究班班員、厚生省中央薬事審議会臨時委員、漢方生薬製剤調査会委員、厚生省長寿科学網総合研究事業、東洋医学分野長、厚生省長寿科学総合研究事業、研究企画委員会委員などを歴任した。1996年、北里研究所東洋医学総合研究所長、北里研究所副所長を辞して、北里研究所東洋医学総合研究所名誉所長となり、修金堂大塚委員長として、漢方の診療に専念した。修金堂大塚委員は1931年に、父、大塚高信氏が開業した委員である。修金堂は、土佐からの大塚委員の号であり、1931年に大塚高信氏が牛込で開業した際に、それを踏襲したものである。戦災に遭い、西荻窪に引っ越したが、昭和30年からは、現在の地に移った。大塚康夫の診療は最晩年まで続いたが、2009年3月8日、肺炎のため自宅にて死去。享年79歳。ありがとうございます。